皆様こんにちは。いつもリードめちゃハッピーチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。東京オリンピックも終わりました。この東京での日本でのオリンピックということが決まった時は、多くの人々が日本がまた経済が復興して良い国になるという期待があったと思います。しかし実際はコロナウイルスというこのパンデミックによって無観客のオリンピックをせざるを得ないようになりました。その中でも日本人だからこそ立派にできたなという部分がたくさんあったかと思います。ブラジルので開催されたリオデジャネイロでのオリンピックでメダルを取られた方々のコメントは、とても苦しい地獄の特訓を受けたが、明日やめよう、明日こそやめようと言いながらもここまで来てメダルを取ることができました、本当に嬉しいですというコメントが多かったですが、この度のオリンピックでの若い人たちのコメントを聞くと、超楽しかった、そして多くの人々にご支援をいただいたおかげですという感謝の言葉、本当に素晴らしいと思いました。これからの若い人々もそれに続いていくのではないでしょうか。稲盛さんの言葉を読ませていただきます。人生で起こってくるあらゆる出来事は自らの心が引き寄せたものです。それらはまるで映写機がスクリーンに映像を映し出すように、心が描いたものを忠実に再現しています。中村天風、英知の響きから。人の世のために尽くすというのは、私心なく誠心誠意人々の共同幸福のために努力することである。坂村新民先生、一日一言の中から。昼の月、昼の月を見ると母を思う。こちらが忘れていてもちゃんと見守っていてくださる。母を思う、かすかであるがゆえにかえって心にしみる昼の月よ。先日の満月を見て、本当に美しい月、8年ぶりの満月だそうですが、本当に素晴らしい満月でした。今日もめちゃハッピーでありがとうございました。